はいはい。今僕たちは曽根東野町にある文化芸術センターに来ています。ここはもともとあった市民会館を建て替え、今年1月にグランドオープンした施設なんですよ。建物の中には大小のホールのほか、展示室や多目的室などがあります。市民の皆さんが文化芸術活動を発信したり、質の高い文化芸術を楽しんだりできる拠点になっているんだ。今回はこの文化芸術センターを紹介しながら体操するよ。それでは行ってみよう。今回マチカニくんがやってきたのは、今年グランドオープンした文化芸術センター。館内には文化芸術発信のためのホールや展示室のほか、市民も利用することができる練習室やスタジオ、キッズスペースなどがあり、より多くの人が楽しめる場所になっています。